はい、VIP です。よろしくお願いします。ということで、今回なんですけども、菅野投手ですね。皆さんのリクエストが一番多かった投手です。はい。まあ、菅野投手といっても、まあ、スライダーカットを持ってるピッチャーですね。例えば、大瀬良投手や、まあ、大谷投手といった、スライダーカットを持った投手の対策を一番、やっぱり、リクエストが多かったんで、まあ、それを今回動画でね、説明していけたらなと思ってます。やっぱりね、スライダーカットの判断っていうのはすごい難しいんで、今でもね、やっぱり僕はね、難しいんですよ。たまにねやっぱ点数取れなかったりするんで、まあ今回僕のね僕なりの見解というか僕なりの対策ですね。まあ他にねもっとね違う対策とかねあると思うんですけど、まあ僕はこうやってね今までスライダーカットの見分けをしてきましたっていうのをね今回の動画で説明できたらなと思ってますんで、まあねそういったところを見てちょっとこれからのリアルタイム対戦にね参考にしてほしいなと思います。はい。というのと、あとバッターの時ですね、バッターの時どこを見てますかっていう質問がね非常に多かったんですけど、まあそういった部分もね踏まえてね説明してますんで、それとねスライダーカットの見分け方が直結してるというか考えがね一緒なんで、僕そういったところもね説明していけたらなと思います。はい。っていうのでちょっと前振り長くなりましたけど、実際ね僕がプレイしてる動画見て説明した方が早いと思うんで、そちらの方をね一回見ていきたいと思います。どうぞ。はい。ということで、やってきました。はい。菅野投手ですね。一回ね、2球続けてスライダー来ますんで、一旦そっちを見てから、ちょっとゆっくり説明していきたいと思います。はい。結構スライダーカットばっかり使う投手だったんでね、よかったです。はい。で、もう一球スライダー来ます。はい。で、僕の見分けてるポイントなんですけども、ここです。ここなんですよね。ここで僕はスライダーカットのね、見分けをつけてます。ここの体感速度がスライダーとカットボールって微妙に違うんです。まあ微妙というか意識したらはっきりわかるんですけど、やっぱりね、スライダーよりもカットボールの方が球速が速いんで、その分、このリリースした瞬間っていうのがカットボールが速いんですよね、スライダーよりも。そこでね、僕はね、判断してます。バッターの時僕は基本ピッチャーがボールを投げて、からちょっとの間はボールを見てるんですよね。引き目でねボールを見てるんですよ。そうすると体感速度が分かると、それと同時に投球フェードカーソルが見えるんで、引きながら見てるとあここに投げてくるんやらなと分かるんですよ。だからボールがある程度来たところで僕は投球カーソルの方に自分のバッティングカーソルを合わしに行くっていう感じで普段やってますんで、まあ結構ね難しいんですけども、慣れたらね、すごいできるようになるんで、まあ練習してもらえればなとは思います。はい。なんで、ちょっとね、ここの体感速度を意識しながら、ちょっとスライダーもう一回見てみましょうか。はい。はい。スライダーですね。ちょっと早いですけど、まあこんな感じで、僕は意識してますよと。このリリースした瞬間の体感速度でスライダーカットを見分けてるっていうのを意識しながら、次カットボールを見ていただきたいなと思います。はい。カットボールですね。ちょっと速いんですよ、スライダーで。やっぱりわかります、このピュッて感じがピュッてくるんですよ、ピュッて。はい。なんでまあこれをねちょっとちょっとねもう一回ね巻き戻して見てもらえれば、はい、スライダーやっぱカットのがちょっと速いんですよ。まあちょっとね難しいですけど、ちょっとねこの辺をね意識しながら、練習試合とかでもねそのリアルタイム対戦用のスピードとかに設定してできますんで、それでちょっとスライダーカットの見分け方の練習相手菅野投手に置いたりしてやってもらえれば、まあちょっと参考になるんじゃないかなと思いますんで、まあちょっとね次はね僕がバッターの時どこを見てるかっていうのもねちょっと説明していきたいと思います。皆さんはバッターの時どこ見てますかと、はい、いう感じでやっていきます。はい。投球動作に入った時僕まだピッチャー見てます。ここはずっと、はい、まだ見てます、まだ見てます、まだ見てます。でまだボール見てます。この辺でまだボールを見てても見てもらったら分かるように投球カーソルっていうのが見えるんですよね、引き目で見てると。それなんで大体この辺に投げてくるやろなっていうのはまだボールを見てても感じれるんで、そこでまあボールを見ながらスライダーかカットかストレートとかっていうのを判断して、体感速度でね判断してから僕の打撃カーソルを合わしに行ってるって感じですね。
まあ、これね、まあ、慣れるまでちょっと難しいんですけども、ぜひ慣れてもらったら打ちやすくなるんで、練習してもらえればなと思いますけど、まあ、もう一回言うと、ピッチャーが手離れる瞬間までずっとピッチャーを見とくと、手離れてからもボールを見とくと、 0. 何秒間ぐらいですかね、ボールを見てからの打ちに行くという感じですね。ちょっと難しいですね、はい、やってればね慣れるんで、僕もねリアルタイム対戦始まってからずっとこのやり方なんで慣れてるだけで、やっぱいきなりやってもね難しいかもしれないんですけど、やっぱ慣れっていうのは大事なんで、ちょっと一回練習してみてください。はい、全く菅野投手が打てなかった方とかももしかしたら打てるようになるかもしれないんで、はい、てな感じで、今から僕のね軽くね、まあプレー動画っていうのを見てもらって、ちょっと参考にしてもらえればなと思います。はい、行きましょう。はい、まあね難しいですけどね、これもね全然僕もまあどうやったっけな、どういう勝ち方したかちょっと覚えてないんですけど、わかります？皆さん今のスライダーとかの体感速度、まあもう一回動画最初から見たりしてね、何回も見てもらったらもしかしたらわかるようになるかもしれないんで、三塁行ってますみたいなね、はい。それでちょっとね、もう一個見てもらいたいものがあるんですけど、ちょっと飛ばしますね。まあ1点入れられてますけど、はい、ちょっと一旦飛ばします。はい、ここなんですけども、前ね一旦説明したやつがねちょうど出てきたんでやります。これですね、このスライダーです。スライダー、横ボールの変化のボールはボール半個分ずらすとホームランになりやすいんですよっていうのをね、僕昔やった、ちょっと噛みましたけど、昔やったんですよ。これですね、このボール半個分、横ボールの変化、横変化のボールはカーソルを半分ずらすとホームランになりやすい説っていうのが僕の中であるんですよ。まあこれがね今回出てきたんでちょっとやったんですけど、どうですかね、皆さんあれからやりましたかね。ちょっと僕的見解なんですけど、シュートとかの場合は逆に半個分、逆にずらすんですよ。そうするとホームランがなりやすいっていうのが僕なりの見解であるんで、もしねこうスライダーとか横ボールの変化来てもしいけるっていう場合は、ちょっと半個分ずらして打ってみたりっていうのね、あんまりずらしすぎるとゴロになるんで、ちょうどねこれねちょっと見にくいですけど、もうちょいね多分ね中入ってるんですよね実際は。なんでまあそれで打ってもらったらホームランになるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ簡単にちょっとねざっと説明しましたけど、ちょっと軽くねおさらいの方いきたいと思います。はい、じゃあおさらいなんですけど、まず最初ですね、カットボールとスライダーの見分け方は、ボールの手が離れた瞬間の体感速度っていうのを判断してカットとスライダーを見分けると。ちょっと難しいんですけども、カットボールの方がスライダーよりも10キロ程度速度が速いんで、やっぱりねスライダーよりも体感速度は速くなってます。なんで手から離れて 0. 何秒間はボールを見とくと、そこでの体感速度を感じながらバッティングに持っていくっていう感じですね。あともう一つ、バッターの時、僕はバッターの頭を見てます。最初はピッチャーが投球動作入るまでは、結構ねボールの長く持つ人とかいるじゃないですか、もう早く投げろと思ってもう全然投げない人とか、カウント 3-2-1 始まってから投げる人とか、1の時に投げてくる人とかねいるんで、そういう人の時ってやっぱリズム崩されてかなり打ちにくいんですけど、そういう場合は僕はバッターの頭を見てますね。でバッターの頭を見といて、ピッチャーが投球動作に入ったと同時にピッチャーを見ると、それでさっき言ったようにボールの体感速度を感じてからバッティングに持っていくって感じにしてますね。やっぱりねどうしてもねあっちゃこっちゃ見てしまうんですけども、そうすると自分のタイミングがねやっぱ崩されて全然打てなくなっちゃうんで、もうね他のとこ見とってもいいですよ、画面外とかね。大体もうリズム分かってくるじゃないですか、そういう人って毎回同じなんで長く持って、そういう場合はピッチャーのバッターの頭を見とくと、ピッチャーが投げ始めてピッチャーを見るっていう感じでやってますね。まあちょっとね簡単にざっと説明したんですけども、まあこれがね僕なりのちょっとカットスライダーの判断、バッターの時どう見てるかっていうのをね説明できたかなとは思います。はい、なんでまあこれをちょっと参考にしてこれからリアルタイム対戦やっていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。